乾いてこうは、小池和夫の作、原作による、時代小説、劇画。また、それをもとに制作された、テレビドラマ、舞台劇。主人公の腕下モンドは、田村正和の当たり役の一つである。腕下モンドは、表向きは八大将軍、徳川吉宗のおどくみ役だが、裏では、吉宗暗殺を企む終わり藩の刺客や甲賀忍者を、切り倒す、凄腕の剣士。 しかし、実は、腕下しもモンドは吉宗に捨てられた過去を持つ、隠し語であった。小島剛志優によって劇画化され、双葉車、後にスタジオシップから販売されたが、現在絶版。ただし、ヤフーコミックとイバークジャパンにより、電子書籍として読むことが可能である。1983年と1984年に、フジテレビの単発時代劇枠。 時代劇スペシャルで特別番組としてドラマ化されたが、その評判が良かったため1984年に同局で連続ドラマ化され、主要キャストに田村三兄弟を揃えたことで話題になった。その後1993年にも再度特別ドラマ化された。主人公、モンドの家紋が女性のキスマークだったり、名君として描かれる徳川吉宗を、 権力ボケだが憎めないところのある馬鹿伝として描いたりするなど異色の脚色内容であった。おどくみ役モンド乾いて、こうのタイトルで1983年6月17日に放送された。乾いて騒動、おどくみ役必殺剣のタイトルで1984年1月26日に放送された。引き続き時代劇スペシャル枠だが前作とは 放送枠が異なり、木曜21時2分22時48分での放送となる。1984年8月23日から同年9月27日まで、木曜22時22時54分で放送、全6回。本作をもって半年続いた。この枠は、廃枠となり、自作、オレゴンから愛からは、木曜劇場となる。乾いて、こう母は生きていた その背後に潜む陰謀を田村三兄弟が切るのタイトルで1993年4月7日の19時30分21時24分に放送された。ありがとうございます。